ジャン君、ポンちゃん、おはよう。今日はいい天気だね。ポンちゃん、ポンちゃんはここ少し開けてほしいなーなんて思ってきたでしょ。ジャン君、どきましたよ。え？はい、ポンちゃん。あ、ジャン君来た。はい、ポンちゃんは、ここをジャン君に開けて待ってるようですけど。ジャン君は、パパとママの間でなでなでしてほしくて移動しちゃいましたね。戻った。ジャン君。あれ？ストーリーかと思ったら、ジャン君は戻りましたと思ったら、お水でした。なんかちょっとなでなでされたらお水に行っちゃった。さあ。ジャン君、たっぷりめに飲んでいいよ。きっと飲んだら戻ってくるのかな。いっぱい飲んでね、ジャン君。結構飲んでいます。ピチャピチャとか音がしないんだね。ちょっと静かな飲み方だ、ね。うん。はい、こっちではなんかゴロンゴロンしています。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん。気持ちいいの。はい、気持ちいいんですか。さあ、お水を飲み終えると、はい、トイレです。あ、またおトイレがいっぱい波打ってる。よいしょ。ここはまあ出てるな。うん、まあそうか、出なくなってるんではなくて、でした後にムズムズしてまた行きたくなっちゃう。そうそうそう、したんだけど、もう一回行ってちょびっとしか出ないけど、うん、ということは石が詰まってるということではないので、うん、まあ今はした安心です。そしてですね、今はそこそこシャカシャカやったけど、最近頻繁に行くようになってからまた水かい砂をシャカシャカやらないケースが増えてきました。おかげで部屋中にトイレ砂いっぱい散っています。でもシャカシャカする、ね、うん、する前とかにもすっごいシャカシャカする、ね、あ、トイレをなんか鳴らすみたいなね。そうそう、すっごいお山を作るみたいな感じなんだけど、うん、だからすごいね、外にいっぱい、あ、トイレの周りにもね。そうそうそう、あの肉球の間にも火こう入れたやつをどんどん運んでくるので、え、こんなとこにっていうところにあります。掃除機をいっぱいかけないとダメです。私はね、トイレ掃除にするときはいっぱいハキハキしています。ハキハキして集めています。休憩ですか。いい感じの綺麗な顔に撮れてるよ、ジャン君。ジャン君、ポンちゃんがめっちゃコロンコロンしてるよ。どれ？あ、ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。はい、お腹、お腹。はい。穏やかな朝を迎えました。じゃあ、ここおいで。ここおいで。ポンちゃん、ここおいで。ジャン君。
ジャン君来ないの。ジャン君。来ません。ずっと。ずっとさっきのとこにいます。ジャン君。でもすぐにトイレに行かないね。うん。またしばらくこれで。気にならなくなってきたらいいんだけど。うん、ありがとう。少しずつ治るといいね。そして検査に行ったら、あれ石ないですね、溶けてますねって言ったらいいね。うん、そうなるといいね。ジェン君、まるでジャン君のモーニングルーティーンみたいですね。もう古いけど。おいしい。ジャン君。はい、気持ちいいな。いいね。はい。くしゅくしゅくしゅ。はい。くしゅくしゅくしゅ。ぐるぐるしております。ぐるぐるいっちゃいます。よいしょ。はい、うん、ぐるるぐるる、くしゅくしゅくしゅ、はいはい、くしゅ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 、くしゅ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 、痛いです。ぐしゅぐ痛いです。うん、やばくなっちゃった。じゃあ、こっちのハッピーも。終了。あ、携帯見せる。はい、ポンちゃんも朝のブラッシングしましょうね。むしろ女の子だからポンちゃんの方がいっぱいしてもいいはずなのに、あまり要求しません。気持ちいいんだね。そして毛がいっぱい取れます。ポンちゃんすごいね。ポンちゃん、あとさ、すごいマグよね、ちょっと。そうだね、うん、はい、気持ちいいでしょ。ちょっとなんかポンちゃんのふかふかだね。ちょっと待って、ちょっと待って。
じゃあ、はい、移動。そして、ジャン君が登場しました。ちょっとポンちゃんだけを一回取って。回収しにくいんだよね、ポンちゃん。よいしょ。僕もって来たんだよね。移動する。ブラシの跡がいっぱいついちゃう。ちょっと毛が抜けすぎなのかな、線がいっぱい出るんだけど。こういうブラシでやってみようか。あ、これ前ポンちゃんだったのかな、残ってた。はい、今度はポンちゃんです。交互かよ。はい。はい。はい。ポンちゃん。うん。はい、終わり。前回のはこれはやっぱポンちゃんだったんだね。ポンちゃんが決めた。